社会と比べるとすごい実況しやすいというか、めちゃめちゃやりやすい。強くない？さあ皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回はね、常に剣を持っているねガノンドルフがね追加されましたということで、これをね使っていきたいと思います。ってことでね、ちょっとねもうなんか若返っちゃいました、うん、Wii U 版のガノンのビジュアルなんですけど、まあね、もうおじさんと呼んでも過言じゃないねこのビジュアル、まあ剣術おじさんということでやっていきます。これ剣術、まあ、前回の安倍晋三みたいな感じで、まあ、ミーなんですけど、俺、剣術ミー、全然、わからん。これ、かっこよくない？この、斬撃のこの、なんていうの？赤いんですよね。これ、赤ってかっこよすぎるんやがっていう。まあ、剣術ミーね、全然使えませんけどね、もう単純なスマブラ力とグローシーでね、頑張っていきます。で、NP がね、よくある風なんで、ちょっと鬱陶しいかもしれませんが、この風でね、コンボとかを狙っていきます。これしかわからん。わからんコンボをね、無理にね、する人ないんで、わかるコンボでね、頑張っていきます。まあ、これ普通に空への強いし、この空下、これドーンなんですよ、これ。このドーンのね、空下が僕ね、強いと思うんで、メテオ判定、カービィのような感じなんで、ほんまに余裕でね、これ使ってるだけで生きるっすだろ、これ。さあ、これ、通勤ソード。決めていくと。まあ、ガノンドロフ、進撃せよ。ドリャー、これ、あんまりパーセント、あんまり食らわんっていうね。なんか、薄っぺらいっすね、このガノンドロフ。なんか、強くないな。やっぱ、剣よりも拳の方が火力あるっていうね。さあ、こういうね、コンボができるんで、まあね、これはさすがにね、まあ、スマブレ力あればね、多分当てれると思うんで、まあ、NB からのコンボをね、基本的なバーストやと思ってやっていきます。さあ、これ、なんかまあ、ちょっとね、場所によるって書いてあるけどね、これね。難しいけど。さあ、メテオ決めるか、これ。メテオ決めたいっすね。ドーン。これ、メテオ判定ある？あるね！いいよ。ちょっとこれ、ストックに余裕が出てきたら、使っていこうか。さあ、二段ジャンプが出えへんっていう。大丈夫かな、リホンさん。さあ、空中前。リドリーのような感じで、使っていけるかな？簡単！カウンター逆向いてるっていう。落ちろー。あー無理か。ドーン。あ、強いぜ。おいおい、剣術ガノン強いぜ。こいつ結構やるでこれ。さあ、上復帰もあるし心配無用ということで。おっと、あれ返されていくんですね。え、あの下 B って跳ね返すんだね。あれな、さっきなんで跳ね返ったんや、わからんけど。いけ、見せコンボ。コンボじゃない、見せバースト。いいね、やっぱガノンドラフね、やっぱり店に関してはプロフェッショナルで、あれもね、突っ込んでいきますよ、僕は。さあ、これ、道連れしていい？道連れ！あははは！うわー、惜しかった。まあ、道連れって言うほど、落ちやんかなこのガノンは。メテオ判定そんな強くないしな。100% ぐらいあれば、道連れできるかもしれませんけどね。さあ、これ2段ジャンプ前提なんで、ちょっと難しいなガノンとね、ジャンプの発生速度が違うんで、難しいところあるんですが、さあ結構俺、剣術ミー強い。結構使いこなせる感がすごいけど、まあ友達でね、ミーは使ってますから、割とね、使えるんかもしれんけど、まあなかなかいいね、技配置っちゃ配置やもんな、これ。結構強い技がね、あるというか、はい、ちょっと上 B バーストをね、したいけど、まあこの試合はちょっともう普通に勝ち抜くか、グダってもあれやからね、あれ跳ね返すんだね、知らんかったわ。さあこれ、受け身、あ、じゃあ、カウンターする、カウンターを受け身という男ね、俺。うわうわうわ、帰ってこい。いいね、横復帰もある。ガノンドルフ、てめえやるじゃん、てめえできるやんっていう。さすがおじさん、さすおじっすね。ドガーン。しかもこの横身強いぞ。さあ、あー、うわ、今のコンボ怖いね。さあ、どうしようこれ。これこそ NB で当てなかった。投げ場はないと。いけ、うわー、あ、全然落ちやん。全然落ちやん。めちゃめちゃ良かったのに。めちゃめちゃ良かったのに、全く落ちやんっていう。さあ、ナオさんお願いします。ピクミンが多い件について、どうしよう。なんか、こう実況するとなんかやっぱガノンってさ、俺も300本、Wii U 合わせればもう500日ぐらい実況してるから、500本ぐらい実況してるから、ぶっちゃけでも話すもんなんやけど、まあ、こうやって、まあ、ガノンちゃガノンなんやけど、全然違うキャラやん。まあ、あ、やっぱ、剣術民やし。やから、なんか、喋れるね。やっぱ、もう500回実況したからと比べると、すごい実況しやすいというか、めちゃめちゃやりやすい。強くない？ちょっと、今のコンボ強くない？ああいう感じに多分やっていくんかな、剣術民って。なかなか今のは、すごい上手い感じの、プレイやったけど。
いいね、ちょっと俺いいですわ、結構いい。今のはガノンっぽかったわ、マジで。今のはガノンらしさがあったよ。さあこれ当てて、これね地味に下に行くんでね、小ジャンプぐらいでやってもね、うまいことに当たってくれるんですよね。割と判定が強い。剣術ミーが一番強いんやったっけ、格闘ミーが、格闘ミーが強いんやったっけ。まあいまいち覚えてませんけど、まあミーって普通に強いからね。あー紫ピックミン、ガノンドロフ、お前軽いな、やっぱ薄っぺらいやこいつ。なんかね、やっぱ剣持った方がね重量感増すはずなんやけど、やっぱ拳の方が重量感あるんですよね。おっとダウンでお前、そして紫ピクミンが2体もおるって、結構これまずい状況、これやばいよ。紫ピクミンにうまいことカウンターを合わせられればね、カウンターがあるガノンとかいうもう一番恐ろしいやつね。カウンターを合わせれればでかいよ。もう一回、オーケー、2回連続でカウンターはもうね常識ですよ。もうね1回無理やったら2回目行きましょう。もうね、もうそこはめげずに1個押せということでね。あ、マジか。ああ、あれ捕まれるんや。上。よし。ジャンプなかったから今焦ったけど。さあ、さすがにキルじゃしないぜ。さあ、ここ上引いていこう。オッケー。衝撃波がうまい感じにね、作用しました。ドン。おっと。あ、怖い怖い。上から変わりまーす。あ、いいね。ああ、上だけバースあるんかい。クソ、6% か。まあ、結構テンポのいい試合展開やけど、下投げ空中前やね、おそらく。当たらんのかい、マジかい。めっちゃローリングアタックするやんぞ、これ。アスカ文化アタックすね、これ、どう見ても。ガノンドロフ、アスカ文化アタックを覚えるの負けやな、これは完全に。知ってる？アスカ文化アタック。あの、ギャグ漫画日和の聖徳太子。知らんかなこれ。結構知っとる人おると思うんやけどな。さあ、これ、当たれ！あれなんか、そっか、青ピクミンってなんか技がおかしくなるんやったか。なるほどね、やから今でやんなんか出して技が、なるほどね、そういう混乱する感じのね能力ですね。あー終わりたかったな、まあ、ガノンドロフといえば、まあ、シールドブレイクと魔人剣なんでね、魔人剣は無理でも、まあ、シールドブレイクはできるんちゃうかと思ったけどできやんかったわ。多分紫ピクミンはカウンター合わせていこうね、多分それで当たるかもしれんし。さあここら辺もこれで、ね、あ持っていけると俺は思うんやが、来た、あ無理か、ここもう一回めげずに打っていけ、めげるな俺。ほっ、もうこれも外役戦法や、ガノンドルフ、ガノンドルフは外役、もうそれでいい、もうガノンドルフは外役ということで、外役であります、我外役であります、これはもう。あっ、あぶな、うーっ、空した、これでいいや、もう外役戦法、新外役戦法 NP、 ほっ、あっ、おっ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 、ドーン、オッケー。さあ横 B で突っ込みたいけど、残り1ストックなんですよね。さすがにできやんと言いますか、怖くない、うまーい、見切るガノンドルフ、やっぱカウンター持ちのガノン強いっすわ。さあ今からガチリュウさんお願いします。ゼロ寒いやけど、まあ、ガノンやけどガノンらしからぬ火力なんで、すごい薄っぺらいんで、ね、ガノン使っとったらね割とねバーストしやすいんけど、これ剣術味バーストできる？あれも 80% 超えて、NB コンボができればでかいかもね。それができれば結構あるかもしれん。とりあえずパーセントを稼ぎるように頑張ろう。多分クー N 振っときゃなんとかなるかな。相手から差し込んでくるタイプっぽいんで、これはラッキーかもね。これは差し込みに合わすことができれば、あ惜しい、今のホームアテシェガだよね。そこ怖い、やばくいぞ。多分カウンター合わせられるかな。あ無理だ、やばい、上火、あれ最後まで巻き込まへんのっすね。あー 100% 超えたし、おー復帰強、復帰バカ強い。あ死んだかもこれ、さすがに耐えていく、うん、いいね、耐えていくよ。これ空下で落ちてくる、あとだ、よし来た、あー間に合わない。ちょっと余裕を持ってこの NB が当たるといいかなって感じだから、目の前で当たってもあんまりいい感じではないのかなっていう感じね。だから自分の後隙が消えるぐらいで当たってくれると、二段ジャンプが間に合うぐらいで当たってくれるといいですね。さあちょっとこれ回避を見て、横スマとかでバーストできればいいんだけど、空腹じゃ無理か、上強で、あ横強いわ、横強多分ね持ってくよこれ、おそらく。おい、あ持ってかんか、上 B で対抗無理か、上強持ってかんこれ、割と上強強そうなイメージあるけど無理かな、この差し込みにうまいこと避けてとか無理かな。あミスだ、あこわ、どうする、空母無理、上強、よいしょ、オッケー、持ってかんか、やっぱバナンっすね。さあお願い、口前、バナンガノンなのに、ガノンのくせに、これ上投げ、あー上投げない、あの安倍晋三は上投げバーストだったのに、あ前投げもない、え安倍晋三は上投げバーストだったのに、
おったおったおったその場後ろ投げ投げ放し投げ放し判明事故ってくれましたよ。ラッキーラッキー、結構あんなに掴めるんですね。さあ DA、 あとなんかさあどうしようかな。空中前、空中前でリドリーみたいに即死コンボできやん、これ。まあ、即死コンボになるような、あの即死パーツがないよね、あの最後まで持ってくようなやつが。やばい、うーん怖い。そっちか、クソ、もったいない。上強、あ上強2回、ジャックジャックジャック、あここあって、うん、クエヌ、クエヌがほんまにねかっこいいし、実用性がすごい。やっぱガノンドロフといえばやっぱクエヌなんですかねっていうぐらい強いわ。いた、あいいね、めっちゃうまい今の飛ばされて変わらないやつがうまいね。さあこれ復帰は楽チンチンということで落ちてきました。はなんでアイクみたいやなこれ。さあちょっと一気に不利という、もったいなすぎる、超もったいない。あこれ当たるいいね、これなかなか扱いづらいけど当たれば結構強いかも。きた、あー本話でならぬ、あー無理や、これ一発で結構パーセント稼げますね。あちょっとこれ空捨てで持ってかんこれ、おい持ってきそうっちゃ空捨てでこれ、あーマジかい、ここドン、うー横 B が強かった、まさかの発掘、まさかの新発見、横 B が強い。あやばい、これ空捨てで向かい打っていく、あんまりパーセント強くないけど、上 B、 あー無理、よし上行こう、ジャックジャックジャック、よしジャックがねまだね辛落ちて早い、あ怖っ今の怖すぎる。さあどうしようかな、クエヌいいね、おったいいね、お俺のターン来たこれ、あー空語食らっちゃった、いけーよかーいいね、あれあなたでかいんじゃん、あーマジか今のクエヌかすっとしかったな、前後ろの方にしとこ、怖い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 、えっあーやばい、ガノンお前は重量級でしたっけ。はい、ということでね、今回ね、ガノンドロフ使ってきました。まあ、普通に楽しかったということでね、この、まあ、こういうミー関連ね、おもろいミーいたらどんどんやっていきます。お願いします。で、まあ、VIP いけそうじゃね？頑張ったら。うん、だからミー、まあ、前回の安倍晋三もだけど、まあ、なんかおもろいミーとかね、使って、まあ、VIP 無駄配信で、まあ、時間があればまたね、やっていきたいと思ってます。ということでね、はい、チャンネル登録と、ツイッターの方をね、ぜひお願いします。ということで、はい、ありがとうございました。